はい。ひとつき万殺、清水です。えー、っとですね、かなり衝撃的な数字が発表されまして、あの、何かっていうとですね、あの、東京、うん、ね、あの、1日1160人超の感染の危険性、えー、4週間後に予測される最悪のシナリオを防げるのかー,びびーっていうふうな報道があって、うん、私これ見ました。うん、見たら、のね、この報道がですね、 最悪だなっていうふうに思った点があってですね。ええー、もう本当に、あのー、危機だけ煽っといて忖度に満ちているっていうですね。わなかなか素晴らしい、この、<ー>あの、報道なんですよ。1160人。なるぞーなるぞーなるぞで、これですね、簡単に言うとですね、感染広がったら国民のせいだぞ。な。ちゃんと気をつけろよ。よろ。おいそうなん。そういう話なん、はい。いや、もうそういう話なんですよ、で、プラス、あのー、GoTo トドラブルキャンペーン。 えー、さっきのだってこの記事にさ、うん、ね、あの、この記事あるじゃないですか、この記事に。えー、だってちょっとね、検索しますよ。えー、旅行を、ゼロ。ゼロ。go to。じゃあね、えー、えー、go to、ゼロ,ゼロ。じゃトラベル。トラベル、ゼロ。ゼロ。出てこないんすよ。 全員来ないですね。はい。結構、まあ、それなりに長い、ね、まあつまり、あの、GoTo トラベルキャンペーンに関してはですね、うん、えー、これはもう、あの、富士としては取り上げないと、いうことなのかな ?GoTo トラベル関係ないのかなあ、そういや、菅さんが緊急事態宣言なんかやらねえよ !GoTo トラベルキャンペーンは続けるんだっていうふうに、こう言っておりまして、うんうん、それの忖度に満ちた、あの、記事でございまして、でもなんでじゃあ報道するの、この恐怖はおんのって言ったら、お前ら国民が、 きちんと防衛しないと広がるからな、言ったぞ、っていうことなんですよ。念押し念押し、たまの。ちなみにですね、今日、あの、イングリッシュヘッドラインニュース。そう、今日は。らー、たらー。イングリッシュヘッドライン感を出してました。あの、なんかこう、ロゴとかが、ロゴとかが、こう、たらラー。わかるわかるわかる。イングリッシュヘッドラインニュース。わかるわかるわかる。あの、こ90年代くらいがちわテレビ90年代ぐらいからもう止まってますから、うん、わかるよ。 でそんなわけで、えー、ガーディアン。イギリスのガーディアンですね。うん、これがなんあの、ー o t ートラベルに関してですね、あの、批判をしております。はい。北海道の感染が広がっていることも書いています。はい。で、これについて、えー、日本のメディアと、あの、海外のメディアの違いっていうのをですね、はいえー、ちゃんと取り上げて、えー、防衛していかなあかんなというふうに思っています。うん。うん、あの、セルフ、あの、ステイホームから、<は>あの、セルフディフェンス、<は>肉のカーテン。 肉のカーテンってなんだっけ筋肉マン 筋肉マンかいわかるわ。肉のカーテンじゃ、まあ、ウイルスは防げないな。そうですね。結構飛沫というか、なんかいろいろと飛びそうだよね。孫悟空もね、ドラゴンボールの。あの、腎臓人間編で、ウイルス性の確か心臓の病気で一回死んでるからね。あああの、スーパーサイヤ人もウイルスには勝てませんから。怖いそうだね。スーパーサイヤ人マスクしてないもんね。そうだね。むしろ飛沫飛ばしまくってる。そりゃそうだ。確かに。この野郎つって、クリーンなことかみたいな感じでね。 <laughs> みたいな感じで。だ、ねまあ、あいつらの飛沫どころが口からビーム入ったりするから。そうだ飛沫がころのさ、みたいな。まあ、そんなわけで今日は、ね、あの、まあ政府のね、えー、この恐怖だけ煽ってお前らの責任だからなっていうメディアとかも含めてですね、すごくないですか、うん、っていうことをですね、もうあまりにも悲惨な話なので、なるべく今日は、あの、ギャグ多めでいきたいと思っております。一、うん、月満き万冊ですね、うん、えー、真面目に語るとですね、真実をね、<い>語るとですね、あまりにも暗い 暗すぎる見たくない見たくないからなるべく笑って、ね、あの、楽しめるっていうのがコンセプトになっておりますが、二、はいはい、人ともアニメ、ゲーム、漫画好きなので、若干アニメネタに偏るということをですね、どうかご容赦いただければと思います。最近はよくわからんって言われたえ、全然ほんとそんなやつブロックする。うん、やだもん。<laughs> なるほどいや。むしろ非国民だろ。お前、孫悟空知らん、後ろ言っちゃった。まあ、孫悟空はね。あ、今、ただいまの発言、あの、心の中でカットしておいてください。はい。あのね、<laughs> ドラゴンボール、ね、録画なんだから、今自分でカットしなよ。<laughs> めんどくさい。 まあそんなわけで、あのー、この1160人、このままだと、あの、1ヶ月後に、増えますよ、うん、っていうふうにこう言っていてですね、はい、じゃあ、増えるんだったらどうしたらいいんですかっていうことが大事なわけじゃないですか。そうですね。どう思います平田さん、今、あの、倍、一4週間後、うん、まあこのままのね、実効再生産数で増えていけば、4週間後には、1日1160人になっちゃうよっていうふうに言われたら。 でも、1160ってまたなんか、微妙にこう、何波数までできてて、えらい具体的な、ね、まあ、多分、実行再生産数、東京の実行再生産数かける感じない？うん、なるほど。うん、いやー、それはね、1160人が何日も繰り返されたら、そのうちの一人になる確率はどんどん上がるわけですから。あから、2.4倍ぐらいでしょ、4週間で。うん、だから、1週間で、えー、っと、X の4乗イコール2.4ぐらいの計算をすればいいんですけど、さすがに、事情の。ちょっと、暗算はできないね。算暗算するのはめんどくさい。はい。 いいんですけど、俺結構こういうの好きなんだよな。ラムヨシミさん。そう <laughs> じゃないんだから。あそうでした。そうですよはい。やてきましょう。はい、はい。あの、いつか、あの、えっ、ー、と、X の5乗から X の10乗までの公式がね、どんどん簡単にできるようになったら面白いね。まだ生まれてないんじゃなかったえ、確かそうだったと思うよ。そうです。私があの、勉強不足の間に生まれていたらぜひ教えてください。<laughs> はい。えー、まあ、そんなわけで、はい。あの、 1160人になっちゃうよっていう風に言われたらどう思います怖いですかワクワクしますかワクワクしたって言ったらここでね、言っちゃったらちょっと問題でしょう。問題だから一応言わない <laughs> 俺ワクワクしたよちょっと。<laughs> <直>さすが さすが10年の付き合いちょっとち思いませんでしたいやまあね160みたいなでやおどうなっちゃうの日本みたいなまあそれはさ自分はそうかもしんなくってもでもやっぱ家族とかにさあんま家族がなったらやだなとか思ったりするなもうもうあと知り合いでその前足持ってる人とかねうん私は小児前足あ子供の頃だけだったねああ嫌だろうなって思嫌だろうな当然思いますよもう思うけどだって2.4倍ぐらいでしょ 誰か咳したらもうさみんな袋叩きするんじゃないかって怖いよね <laughs> でえ。ってことはさその計算でいくと8週間後には何ほんとかよ根拠は何の根拠は。ね 後、こはあのー。根拠根拠,、うん、根拠政府のモニタリング会議が、うん、あのー、持ち出してきた数字です。じゃあ何数字を出すのがお前らの仕事かと。数字を出すのがお前らの仕事なんじゃなで,すですよ。いですかいや、うん、数字を減らすのが仕事やろと。そうだった。そうだよ。そうだった。そうだよ。えっと、国立国際医療研究センターの大曲高尾センター長が現在増加比、えっ、ー、とね、こうなんかこの、なんか,このなんか、えー、これテレビ番組のスクショかなんかだと思うんだけども、うん、新規陽性者は約4.8倍。 それ,れそ,ね、それが知りたい、それが知りたい先週からの増加比は、えー、147.7%、この状況が続くとっていう、あなるほどね、えー、1週間ごとにこの比率で増えていくとこうなりますよというふうにこう言っているわけですよ。当然、ねあの、こういうふうになったらあの、まあ、正直に言いましょう、ね、あの自民党はどれだけわたわたするんだろうって。だってあの前回、麻生内閣の時にあに新型インフルエンザ。 はい。鳥インフレエンザーの時に、うん、あの、倒れましたからね。まあ、でも、麻生とは違うよって菅さんは言うと思う。まあ、そうでしょう、うん。俺は違うわっつっ、っね,ね。で、だから自民党が倒れたら、なんか、あの、いや別に今の立憲民主に期待してるわけじゃないんだけども、うん、なんか、 サバイバルですよね。ね動乱ですね、はい。私のような半端もんはですね、動乱の時こそ、あのー、チャンスだと。チャンスがつかめますので荒波を逆に泳ぐ方。あの、基本的に安定している社会はですね、あのー、安定、権力、既存の権力が強いじゃないですか。まあ、それそうだ。あの、動乱の時というのはですね、下国上のチャンスですから。なるほど。今、非正規雇用とかの人のが、 あの電通とか公務員とかよりも年収が上がるチャンスでもあるんですよフランス革命だとまあでも実際さ、ね、話がちょっとだけずれますけど、うん、その何年功序列廃止、うん、えと管理職から辞めてくれとか、うん、あの何でしょう電通でさえですよ、うん、そのまあ副業をやってくれとかさ、うん、言われてる中でそれは確かに手に職をいくつか持ってたり、うん、個人事業主で生き抜いてきた人の方が有利に決まってますよね。 だから、どうせだったらもうね、一回コロナでガラガラポンっていう風になって、そんな,ない、えー、もうこの日本経済をね、牛耳っている利権構造がズタズタになってくれた方が、長期的に見れば。長期的に見れば、ね、むしろこれが欲しがりません、勝つまでは、足らぬ足らぬは工夫が足らぬっていう風に言ってギューって我慢して、政府が1160人になるって言ってたぞ。だから一人一人きちんと怖がって対処しよう。にゃん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 。う <laughs> みたいな感じで、あの、もしやればですね。はい。もしこれ下がっちゃったらさ、永久にこれ続けますよ。うん。あの、ワクチンが完璧にできるっていうまで。まあ、そうですねもう、正直、ファイザーのワクチンもちょっとなんか、んー、んって感じだったじゃん。被っちゃってるしね。ね、被、社長が、ね、ワクチン破っブーラさんマジでやめるんじゃないのって気がするんだけどね。いや、に。まあ、なんで、あの、その状況がね、あの、続いたやでしょ。やね。ね。 もうむしろ、あの重密テロとか起こしちゃったらさ、重密,あえ超密もう、超密な、<laughs> もう、あのもう国民もう、緊急事態宣言を出せ、国民一人当たり300万円配れ、そしたら4か月間おとなしくしてやるうわーみたいな感じで、あのみんなであの菅さんに飛沫を吹きかけるれ。 <laughs> すごい嫌だね、それね。うん、いやー、嫌だと思います。まあでもネットで吠えてですよ。2020年。 そう,そう、えー、年末に起きた有名な飛沫テロ。ね <laughs> <laughs> ィペで書かれるかもしれない。<laughs> いや,ね、やっちゃいけませんネットで吠えて、あの、うん、菅さんに、あの、ネットの誹謗中傷はすぐにぶち込みますんでって言われるよりは行動を起こした方がいい。まあ、そうだね。うん、あの、菅さんにさ、あの、そういうあの発信者情報開示請求がだいぶ簡単になって、そうそうそう、えー。匿名のコメントとかも、もあの、簡単にわかるようになってきた。<laughs> うん、ね。 あの、っていうふうに言って、だってツイッターでさ、このガース、ガース、ガーリンガーこの砂で頭のうんちくちきみたいな感じ、こう言って、なんか、あ、お前か、って、おお前か、っていうふうに言われるよりも、す、あの、菅さんそんなことビビんないから、はい、むしろそ飛沫を、すがすがって感じで飛ばす方が、よっぽど菅さんとしては、う いうふうにま、ね。まあ、ありますね。一刻の主人何をしとるんじゃって話ですし、<laughs> 別にこれは、あの、そういうことを推奨するチャンネルではございません。もうなんか、最近さ、チャンネル登録者数増えちゃったからさ、こう、なんか、何。あの、真に迫った変なジョーク言わない方がいいのかなと。ああ、本当。言うけど。金丸くなっちゃったな。<laughs> ああ、悲しい形、これが年を取るってことなのかしら。本当に。いや、ね、あの頃の勇気はもっと尖っていた。<laughs> 誰だよ。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、そんなわけでですね、はい、あのちょっと記事を、ね、見てみたいんですけど、富士山系の,さこの記事ね、を見たんだけどさ、まああのこれまあ、まずこのタイトル見て皆さん、どう思いますか 東京都で1日1160人感染危険性ひぃーって感じでしょ最悪のシナリオを防げるのかって言われた場合、大体防げないって感じ、ね、あのー、まあ、あの、正直に、いや正直ワクワクしました。自民党これで崩壊するのかな利権権力これで吹き飛んじゃなきゃーっていう人は、まあ、1万人いて1人くらいの変人だと思う。普通はこの見出しを見て、怖っって思うよね。<に>じゃあ、じゃどうしたらいいのっていうふうにこうやって誘導されるわけじゃないですか。うん。赤文字ですよ、わざわざここに。 ね、えー。危険性。増えますよ増えてきたよほらもう、まあ、こんな表まで作って、土下んしようよ、本当に。土下んしおるよ。で、それで、あのー、小池さんがね、衝撃的な予測が発表されたねででん。なんかもう小池さんなんか緑色じゃなくてもう真っ黒だもんな。もう真っ黒だよあの。緑を取り越しちゃった。<laughs> で、えー、そしてこれ。はは なんか、なんかわかんないけど、偉いっぽい名前の読みにくい人が難しいこと言ってるみたいな感じになるわけじゃないですか。<laughs> なるほど。ねでしかもなんか速報それが知りたい別に知りたくないけどな。うん、うん。で、こういうふうにこう言ってってるわけですよ。1160になっちゃうよ。ね。で、キャスターの人が、はいえー、この東京都の予測はどうご覧になりますかっていうふうに言って、なんかあの昭和医学大学のこの人がですね、あのー、 え、なん、なんて呼ぶの三木よしひとさんじゃない。三木よしひとかな、うん、えー、ヨーロッパ各国で見てると、1日6万人、10万人といった数字が出るような状況になっていて、増える時を見ていくと、1日も倍々と増えていくんだ。爆発的動画だと、そういう、今、少し、そういうリスクがある状態ですからね。そうならないように、何とかしなければいけないな。いいね。何とかしなければいけない。うん。なとかしなければいけないんで、何とかなるならいいね。何とかしなければいけないって、だ、誰が何とかするのって。いや、この場合、政府ですよね。全くです。はい。 こんななんか表まで作ってさ、ほらほら、増えるぞ、怖いぞ、怖いぞ、怖いぞって、こう言ってるわけですよ。うで、キャスターが、ね、まあ、これ全部台本あるからね。うん、あの、いや検査はね、1日だいたい5000件ぐらいなんですよね。その中で感染者が増えてるってことは、やはり陽性率が高まっていくことですよねって言って、なんか、なんかようわかるん。ジャーナリスト。突然、ジャーナリスト。俺この人の名前どっかで見たな、本読んでると思うんだけど。えー、検査数が増えているから新感染者が増えている、当然と言われますが、陽性率で見ると完全に陽性率回っていますからね。 でね、まずね、不思議だと思いませんかこの会話。あのー、検査が同じぐらいですよねって簡単に言うと、まず聞いてるんですよね。うん。ねうん。それに対してジャーナリストが、そういうことだと思います。検査が増えているから新規感染者の数が増えている。当然と言われますが、起性率を見たら完全に陽性率も上がっている。ん <laughs> 会話になってない。<laughs> まあね。<laughs> どういうことだこれ <laughs>。まあっていうのと、ついさっきまで昭和大学の人と喋ってなかったっていや、まああのー、でもこれね、 あの、結構大事なポイントで、実は検査の数ですね。うん、増えとらんのですよ。うん。増えとらんのよ。うん、増えとらんのよ。だから、加藤早くキャスターが言ってることが正しいのよ。要性率が高まってるっていうことなのよ。<laughs> なのに、土して柳沢というジャーナリストは、検察増えとる言うとん <laughs> ってことですよ。でも、そしたらなんかさ、はぁ、い、<laughs> って感じよ <laughs>。 はあ、は、は、みたいな。まあ、キャスターはあんまり突っ込むべきではないからね。これね、なんでこういう答え方をするかっていうと、あの、小池知事も言ってるんですよ。検査数が増えたから、陽性率、うん、あの、感染者が増えてるんですって言ってるんだけども、増えてません。ね。ね。だから検査数が増えたから、陽性率が上がったということにしたいんですよ。 うん,うん。まあ、検査数に関しては、いろいろデータが、うん。うん、まあ、あるんだけど、で、まあ、それでさ、なんか全国の自治体でも、感染者が急増、ひえーってこう、言ってるわけですよ。北海、うんうんうん、道も大変なことになってるぞってこう、言ってるわけ。これ、昨日と今日と11月6日と7日とめちゃくちゃだけどね、日が。うん、まあね、あのぐちゃぐちゃになってるんですけど、あの、だから、それ、これ、いいポイントですよね。11月9日のやつ数字を出したり、昨日を出したりね、うん、今日の数字を出したり、要するにこれ、 画面的にでかい数字を出したいとかなんか忖度があるんです、これは。はいうん、で、こういうポイントが示されました。やっと。ね。情報の対応が遅れがちになる外国人や若者への支援。若者バカにされてんな。ちょっと待てと。<laughs> ちょっと待てと。あの、若者の方が情報知っとるっつーの。80代のスマホ普及率8%だぞ。ね。ガラケーで東京都のページとか見れねえから。うん。あと、 クラスターの多様化に基づいた政策の必要性。のんびりしょんな。4週間後四4週間後に,に1160人とかになるとかあおっといて、政策の必要性って、何、何、何週間かけてるんですかこれなんかでも、あの、イラストを見る限り多分舞台を見るときにはこういうふうにしましょうっていうふうに放り通ったりとかるんですこのううなんか、こ<れ>パーティーとか。パこの、<laughs> この <laughs> フィリップのこのさ、なんかこれ、うん、え何マハラジャ東京かみたいな <laughs> ジュリアナジュリアナ東京 <laughs> で、大規模の人数制限の維持が大事ですよねとかってあの示されたんですよ。まあ、これでねあの、このまま行って4週間後に1160人がどんどん収まっていく、やったーって思います。うーん、弱い。弱いっつか。<laughs> わっかわっ外国人は今、1%。 0.1%くらいしかか来てませんか<え>前に比べてそうよで若者の方が情報知っとるからクラスター対応かそうですか政策立案してる暇あるんですかみたいな<ー>これだから煽っといてこれって感じだよ分科会の話ですから<ー>ねこれねでまあなんかねあのこういうことをねこう言ってるわけですよあの地域によって感染が拡大している理由は様々だと思うのですが医療体制が逼迫する前に踏み込んだ対策というものも必要になってきますよねお やっぱり踏み込んだことが必要であるというふうに言って <laughs>、えー、昭和大学の人が、そうですね、ある程度経済を動かそうと、ウンタラカンダル、ドコンダアーダコ、うんえーデル、ドコンダル、ウンタラカンダル、ドノコのダル、ドノコンで、なんかこの黒字になっている部分がどうも大丈夫しベッドの占有率なのも出ていましたが、出ている数字以上、すでに医療体制に対する圧力が上がりつつと考えていただいた方がいい。<laughs> <laughs> <ー>水飲みます ああ、もう今日ね、6本目なんですよ、これ。ね。でね、あの、私計算しました。<ん>東京都の重症者数、えー、39、えー、39人。九人<ん>えー、重症、えー、この患者あを受け入れられる重症のベッド数、過去は150。はい。はい、4倍、4.8倍とかにな、えー、4、4えー、このペースで行くとですね、なんか4倍とかになるって言ってんですよね。4.8倍っ言ってましたね。ねえー、そうすると、あーもう、たら医療崩壊 一週間、四、うん、週間後には医療崩壊です。うん、四週間も待たないよ。ああうん。というふうに、この、あの、言ってますけども、あの、だからまあ、四週間後には、あの、ま、あ重症になっていくのはちょっと、あの、時間かかるけど、うん、でも、まあ、四週間から八週間後にはもう、重症、医療崩壊。うん。待ったなし。ってなっちゃうよね。っていう状況なんですけど、なんかね、あの、 十分にゆとりがあるわけではないと思います。地方ではギリギリにやってるところはあります。やっぱね、なんかふわっとしてんだよね。うん。東京都も問題がありましたが、そういうところでもいろいろ苦労されてるようですね。いや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  <laughs> なんかそんな、ちょっとちょっとって感じないこれ。山根さんなかなか、ちょっとあのちょ、のんびりさん。宇宙から日本を見てる感があっていいね。やっぱ昭和から見ているのかもしれない。で、なんかさ、この、よくわかんないんですよ。 まあ、ああの、経済を回していくと感染者は増えるだろうと予測されていたけども、ここに来てぐったがっているということは、今一度緊張感を持つことが必要になってくる。えー、これ目的後誰に対しうって言うんですかね。国民だろうお前らが緊張感持てーと、<laughs> だからゴートゥートラベルキャンプーンとか言ってよ本当に、税金ばらまかれて飯食って旅行行って、緊張感持てっつって、うちよく来て旅行行けっつって。<laughs> そういうことでしょ、これ。まあ。<laughs> 緊張感持つべきは政府ではないでしょうか、私、思うんですけどまあ、ー o t ートラベルキャンペーンをやってるというのは、もうそもそも緊張感を持って GoTo トラベルキャンペーンやるってことですよ、要するにこれ新しい、あれでしょあの喋らず喋らず新幹線乗ってさ、あの喋らずにご飯食べて、混んでる有名な観光地には行くな、お土産は触るな、目で見なさい、それで選べご飯食べてもしいいとか言言わなっちゃメ 禅の修行か <laughs> 黙って食えって感じだね、ね本当に。で、まあ、そういうふうに、このね、行動、おかしいって。で、まあ、あの踏み込んだ策っていうのは、何一つとして、今まで以上に踏み込んだ策と何一つとして取られてないんですよね、うんぬんかんなん。というふうに言っていて、われわれ一人一人が感染予防策を取るしかない、ほら、ここ。うんつまり、<laughs> 自己責任ね いや、これさ、あの、言うべきことっていうのは、あの、何も取られてないから、我々一人一人が感染予防策を取るしかない。まあ確かにその通りです。どういうことかっていうとですね、うん、政府の後に、アホに任せてても大変やから、我々一人一人が、あの、感染予防策をやるしかないと。ね。でも政府に頼っては無駄やから、うんこやからっていうこと、うん、なら意味わかるんだけど。うんうん、この記事、徹頭徹尾、本当にそれがね、触れられてないじゃ、うんまあ、そうね、ートゥーキャンペーンの話もなかったしね。ない。 でやっぱあの、ちょっと不自然なぐらい書いてないんです。これは海外の記事をこの後ご紹介するので、うん、そこで見ればわかると思いますけど、うん、海外の記事は基本的に北海道に増えた。北の方に増えた。うん、まあ正直言って GoTo トラベルの影響は見逃せんやろっていうふうに書いてあるけど、うん、海外が見てそうです。 日本が見てそうじゃないわけ, <laughs> わけがないじゃんね <laughs> 市中感染が増えた一人一人が常に気を気注意していかなきゃいけませんねとか <laughs> 社会全体がクラスターになっているすごくない社会全体がクラスターはちょっとさすがに私えって思って <laughs> じ,ゃじゃあ GoTo ト,トラベル取り上げなさいよね,ね <laughs> いなんでなったかって話じゃないですかそうですよ、うん、いやこの注意しなければいけないでふわっと注意ができないっていや そう吉村知事はマスクの徹底、飲食する際大騒ぎせず静かに飲食してくださいとかっていう風にね、あの言ってるわけですよ。うん、いや、それ前から言われてたそれでも広がっとるんやけど。まあね。ねうん、吉村さんが磯そじん飲めとか言うからさ、メシの,の際にネタが増えてみんな盛り上がっちゃうんだよ。受け狙いかもしれない。<laughs> まあね、それならいいよ。 これ吉村知事の言ってる通り、マスクの徹底、あまり喋らないように静かに飲食をしましょうとかっ,つって、いや、これ、前も言ってたよ。前も言ってたし、それ、対策にならないと思うんですけどっていうね、また来た、本当にこの、気の緩み、これ見てよ、黒字でわざわざ強調してるところ、個人レベルでやらなきゃいけないことを徹底的に点検していきましょう。 なんかやっぱりこうなんか <laughs> 俺らのせいなのこれね<ー>って感じだ。いやっていうのとなんかやっぱなんていうの継承にもあんまりならないだろうならんよ。よねーえ。で最終的にこれこういう状況になってくると今一度実際に権力をもう少し持たせた方がいいんじゃないかという議論も生まれてくると思うんです。 いや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 、なんでそうなるって。<laughs> あの、自治体が権力を持つッドだし、どうしてなるんだと。おかしいでしょうと。小さな政府かな。<laughs> <laughs> いやいや、まあそんなわけでですね、あの、なんか、スワッとしてね、全体的に。ワッしている上に、でも美人のキャスターとかですね、うん、私みたいなおっさんがなんだよねん、とかっていうふうに言わずにですね、あの、言ってるとなんか、へー、うん <laughs> あれあれ気をつけな,かな。オラウンタみたいになってるあ、ね。コロナ怖い。うん、さんコロナ怖いなみたいな。やっぱ国民一人一人が、石してるやつに石投げなさい,いけな、ダメじゃー、<laughs> みたいな感じになるんですよ、これ。<laughs> まあでもなんかね、やっぱ情報としては、朝かったり。朝使ったかななんだよだからなんで 気をつけましょうって。ね、い,いや、もう国民の皆さん気をつけましょうですよ。いや、だから、贅沢はできなんです。いや、ね、もう、でも、そういうことでしょう。うん。うん、なんなん、これ。いやー、久々に日本のニュース見ましたけど。うん、うん、うんこやな。一般 <laughs> 的に考えて。いやー、うん、やっぱり、あんま内容があんまないですね。内容がない。もったいない。もう、何なんだろう。 ちょっとねあのこの海外のニュースと比べて、うんえー、じゃあねあのその出てきたジャーナリストの人ってどんな人なのかしらっていうふうにちょっとチェックします。はい。ででん柳沢さんね。柳沢さんでちょいきですけど。NTT の解説委員会ですか。NHK だよ。あ、NHK の解説委員会ですか。うん、な,るなるほど、なるほど。2018年まで NHK だったわけね。うん、あじゃあまあ、うん、あそういうことですか。うんなるほど、なるほどってね。 あ、まあまそれはやっぱテレビ受けする発言が何なのかっていうことはこの人はよく分かってるんだろうなというふうに思い、うん、ずーっとテレビ出てるみたいだしねまあかつあのホリプロに所属されてるんですねそうですねなるほどタレントさんだまあねうんなるほどなるほどじゃあ,あのもう一人のえっ、ー、となんか二木、えー、さん二木良仁さんもなんかこの人教授でもなくて客員,客員教授,教授要するにバイトやで <laughs> ただの えー、なか感染症内科っていうのよね。ウィキペディアには。ウィキはない。ウィキはねえな。多分下に書いてあるんじゃないこの。えー、あった一番上。番上よいしょ。ここに出てきましたね。はい、えー。日本感染症学会専門医、日本感染症学会指導医、日本内科。 ああ学会総合専門医、日本内科学会指導医、日本呼吸器学会呼吸専門医、日本呼吸器学会指導医、ICD ・インフェクションコントロールドドクター、えー、日本臨床学会特別専門医。よくかまあなんかいろんな肩書きがあるんやなっていう。うんうんなんか、なんでこのなんか感染症の専門家の割になんかふわっとしたこと言ってんなっていう。 などね。いや、なんか、なんか、俺はね、あの、言えないことがあるのかしらーっていうふうに、あの、思っちゃいますけど、まあ、それは当然そうでしょ。テレビでね、本間竜さんとか呼んで、電通クソだろとかね、上谷さんとか呼んで、記者クラブなくせとかね、あの、イスさんとか呼んでね、<laughs> あの、もう日本は終わりだとかってね、そんな番組撮れないから。まあ、そうだ。うん。うん、なんでかっていうと、あの、スポンサーファーストなんで、うん、基本的に。うん、電通が嫌がることはできません。私たちは、えー、お客様というか、視聴者の、 方がスポンサーになりますので。うん、そうそうそう。視聴,が視聴者の皆さんが、あの、こカンパをね、くれるわけで。で、しかも、あの、別にそのカンパがですね、えー、特定の、ね、あの、例えば中国共産党からね、あの、毎年、えっ、ー、と、1億円出てるとか、<laughs> そういうことない,い。いいね。そうすると、当然その1個の方に、こう、スーっと引かれるじゃないですか。うん、皆さんが5000円とか1万円とかカンパしてくださっているおかげで、もう広く浅く、ね、たくさんくださってるから、なんとか持ってるわけですから。そうです。はい。ね。いや でもやっぱり1個に偏るとこういうふうになっちゃうんだなっていうふうにあります。はい、でそれで、えー、じゃあ海外のメディアをちょっとチェックしましょうか。はい、はい、海外、えー。海外、ガーディアン。はい。れこれガー,ディアンガーディアン、ガーディアン、ガーディアンガーディアンでこれ。かほらあほ当だい、ガーディアンです。えー、ガーディアン。ジャパンウォンツ・アブ・サードウェイブ。サードウェイブ、わかりますね、ビ第3番。 インフェコロナ増えてますあ。コロナによって第3泊取るっていうことですね。そうですね。簡単に言うとね。うん、これ、銀座の下の写真は。えー 銀座っぽくないええちょっと待って、銀座、銀座山の楽器がああるから、これ銀座だね。銀座だね。うんうんうん。これ多分銀座のあの、えっと、歩行者天国でしょ、土日の。ま、ああの、基本的にあの、銀座の歩行者天国を、こうやって引きで移しときゃ、ま、あ最後エンディングの締めになるみたいな感じで。7年代、80年代やめてください私が喜んじゃうってね。太陽にほえろだはい。太陽、ちちち、太陽盗んだあ、ごめんごめん。太陽にほえろも七十年、あれ八十年代か。太陽盗んだ男と、 うん、8月、校庭のいない。うんうんうん。で、えー、日本の政府関係者、ね、慣例な、あの、ま、あこの記事だとですね、あの、まあ、GoTo キャンペーン、えー、に、あの、第3波がね、差し迫っているというふうに、こう、まあ、言ってるわけですよ。一応、ここでは国内観光キャンペーンという書き方としてすか、はい、例えば GoTo キャンペーンなんて英語が分かるわけないじゃん。はい、そうです。はい。英語じゃない、あんな。<laughs> 英語じゃないからね。<laughs> はい。なんだっけね、ドメスティック。 国内なんとか、どういうキャンペーン名だったかなえーっとねー、えーっと国内観光を奨励する政府のキャンペーンという方が出されてるの、関連な天候と<っ>まあそのキャンペーンね。はいで、えー、この記事を見ていくと、ですね、うん、まあ菅さんがですね全人口をカバーする十分なワクチンを確保することを誓っていたと、えー、1日の感染者数は比較的安定した状態が数週間続いた後も結局増えちゃった。 誓ったとしてもですね、えー、届くかどうか知りませんよ。そうですね。<laughs> はい。誓ってるだけですから。はい。はい、で、まあ、こう、いろいろ増えてるよね、というふうに言ってて。 ま、日本は、イギリスとかアメリカとかその他の国見られるような大量の勝利や死亡者を避けてこれたと。はい。それはマスクがね、あの、いっぱいみんながね、あの、日本国民みんながしてるからだと。はい。<で>が、<れ>ま、要因だと言われていると。これね、海外のメディアを見てると必ずそう言われるんですそうなんですで、なんでかっていうと、海外の人たちはあんまマスクしないから。マスクしないどころかもうね。有名なんですよ。ソーシャルディスタンスも全然取ってないで、うん、バイデンおめでとうとか言ってて、いやいや、バイデンはマスクしろって言ってるし、みたいな感じだもんね。うんうん、まあね。 で、それで、あの、要因、それがね、感染拡大を防止してきたの、だと思うんだけども、うん、まあ、7月に多額の補助金を出した観光キャンペーンを進める決定をしたことが新たな感染の波に貢献したように見える。もう、ガーディアンだってそんなこと言っても、それはそう思うよ、みんな。普通に思うでしょ。当たり前、でもこれはガーディアンは忖度しないから、うん、する必要もする理由もないからね。うんうん、東京だけではなく、大阪、神奈川、愛知とか、都市部の多い人口圏でも感染者が増加しているし、ね、第3波であると。 さらに言うと、北海道も2月に非常事態宣言を出して大規模な発生を食い止めることが成功していたんだが結局、パンデミックが始まってしまったと。何、広げたいのと。な広げたいんかと。専門家は寒さのせいで風通しの悪い多くの人たちが押し寄せて観光客の数がね増えたからのの増えあだと批判していると要するにートゥートラベルキャンプーンのせいなんやと言ってるわけですよ。ってますね で日本は今まで三密を避けるような必要性をね、強調してきたんだけども、寒冷地だとそれが困難だと。うん、それはそうですよ。だって北海道があのかん、やっぱ二重窓だったり、玄関二重になってたりさ、うんうん、暖房の効きが良くなるようにしているわけだから、うんうんね、逆に言うとウイルスが溜まりやすい状態です。でもこれが寒いから下手に上げといたら逆にね、雪も降り始めてるしって話ですよ。はいはい そういうことがね、あのー、起きていると思うところ。これ最後に岩田さんもね、うんあ。岩田健太郎さんも出てるんだけども、はい、まあ加藤官房長官がさ、あ GoTo キャンペーンがね、あの北海道から削除される可能性を言ったけども、今のところはね、可能性を示したら、菅さんが状況を見ながら専門家の意見を聞きながらキャンペーンを実施していくんだ。うん、現在のところ、g 北海道プログが除外する計画はない。 いうふうにこう。すぐ言って、ね、なんやこいつら、みたいなこと言ってなや、なんや、みたいな。混乱しとるやないか、っていうふうに言ってるわけですよ。うん、で、ゴートゥーキャンペーンは、あの、国内の大幅なね、あの、旅行が増加するから、比較的影響を受けなかった地域にもウイルスが拡散するんじゃないか。もうそうだ、ん、そうだ。まあ、誰、子供が考えてもわかる。 ということ、ね。そうです。を、は、ね、い、あの、言ってるわけですよ。で、そんで、あの、岩田健太郎さんが、の言葉も紹介されてるんですけども、GoTo、はい、キャンペーンは人々あ、政治家の間での自己満足。<laughs> すごいよね,ね。気温の低下という追加の潜在的な原因が組み合わさったもので、あの、こうやって広がってんだと。推測していると。ね、うん。はい。で、あの、感染率を下げることが必要だと岩田さんはガーディアン氏にね、まあ取材を受けたんだね。うんうん、語って、 あとから来る重大な、あの、あの、増加とかをね、気をつけましょうというふうに、こう言ってるわけですよ。はい。重症するからね。重症化するから。するからね。で、散発的な対策は問題に長ぶせるだけで、えー、感染を、そう、機会をね、機をね減,ら減らすことが大事。g o をやめるとか、ね。旅行キャンペーンするんじゃねえよっていう直接的な支援をやったほうがいいんじゃないかっていう。うどうですかね、このガーディアンのこの記事。ね。ね。今私はこ,これしかも短い方の,の記事でしょ、<構>短い,短い これと、うん、ただ、なんか、もう、こあの表もあるし、画像もあんのに、まあ、<え>内容はなかったわ東京で1日1160人増えるでどうすんの、どうすんのって煽っておきながら中身がない、うん、結局、お前ら頑張れっていうの、このね。もうね、あのこの、こういう報道によって、殺される、もう、あのー、コロナに殺されるというよりも、うん、こういう忖度報道のせいで、 我々の生命が脅かされています。うん、まあそうですよ。だってゴートキャンペーンはこれ極端な話、ゴートキャップを使わない人もですよ。うん、お旅行でゴートキャンペーン使ってきた人から移される可能性だってあるわけですから、うん、逃げられないわけですよ。だーやだねー。やだね。 本当に、ね、どうしてこんな世の中になってしまったのかに <laughs> 爆破するしかないっつっていやーもうなんか、ね、何言ってるのかわかんないよね富士富士のあの記事を読むと、えー「一人一人が最新の注意を持って気を引き締めて旅行に行ってお金を使ってください」ってことだよねあれな静かに食べる静かに食べるあ新しい旅の様式えー、っと新しい、ねえー、旅 の観光庁ね。はい、えー、とか国土交通省。あのこれね、み皆さんの、えー、まえ、あ、前見たけどさ。要するに緊張感、緊張感を持ってこれをやれと。<laughs> マスクをつけ。周りも私も安心。周りも安心。楽しく車内のお,かおしゃべり、控えめに。旅行けば何がと思われて、手洗い消毒。混んでいたら、今やめて、後からゆっくり。えー、これ、いろんなところに書いてあるの。混んでたら 行かないとか言ってさ、混んでたら行かない g、うん、ートゥーキャンペーン何のためにやったんだろうって感じだよ。握手、うん、より笑顔で会釈の旅美人。おしゃべりをほどほどにして味わう。旅グルメ。味はグルメ。間を開け、ゆったり並べば気持ちもゆったり。そうか <laughs> こまめに換気、フレッシュ外気は旅のごちそう。えー、もう冬です。<laughs> 寒いです。 毎日の健康のチェック、おしゃれな旅のみなしなみ。お土産はあれこれさララスベで選ぼ<ー>う。これ一番ウケるわ、俺。ちなみに、あの、今日私、仕事で銀座に行ったんですけど、うん、銀座のユニクロが、えー、あれ、ジルサンダーかなんかの,あのコラボ商品売ってて、うん、めちゃくちゃ密に並んでましたね。ほんま。もうあの、ユニクロの周りをぐるっと取り囲んでて、詰めてくださいみたいになってて、おいおいみたいな。ほんま。ほんとに。 なるほどな。うん、恐ろしいこっちゃ。はい、まあだからさこ、これをさ、要するにあの政府が言いたいのは、えー、菅さんが言いたいのはこの新しい旅行のスタイルの基本を守り。ね。このなんかいいこと風に言ってる感じの。うん、ね。うん、これをやって、緊張感を持って、うんえー、旅行しろと。 美味しいお酒も注がず注がれずマイペースって書いてあるけど酒は基本的にあんまりそんなに良くはないっていうふうに WHO は言ってますけど <laughs> いいんですけどね別に <laughs> 楽しんで飲む場合にねいや,ーいやーなんかさ要するに酔ってきてもう,うえー、楽しいねーっていうふうにやらずにあとまあまあ飲めよってやらないってことでしょまあまあ飲めよってもう何のために酒を飲むんだって感じですねいやほんに何なんだろうね、はい、悲しい でもまあ菅さんの言いたいこととそのメディアの言いたいことは、えー、緊張感、まあ、お前らあの税金もらったまで旅行に行けるんだぞとねどうして守れないんだっていうことでしょそうですねやだね悲しい、ね、これだって旅行行きたくない人にも税金取られてるんですよいやーそうですよメディアだったらさなんかこの俺がさっき紹介した新しい旅のエチケットがどれだけ守られているのか、うん、検証しなさいよまあそうだね で、そんで、あのー、GoTo ト,トラベルキャンペーンっていうのは、今旅行に行ける余裕のある人が、今旅行に行けない人たちから税金を取るっていうキャンペーンで、かつ、我々東京都民は最初使えなかったという。そうだよう税の不平等、極まりない。ねえ<ー>。ということとかさ、突っ込んでないね。とか、GoTo ト,トラベルキャンペーンに関するそういう、何、まあ、ネガティブなんて言えばいいの、うん、批判的な 記事って見ないねー。全く見。ついに海外の方の記事で見つけちゃったよって感じだもほんと、うん、にあ。なんか頭おかしいんじゃないと思われてんじゃないかな。 でも多分。まあ私も思いますけど頭おかしいんじゃねえかって。でも多分、海外のニュースを見ていると、海外の方が、うわ、頭おかしいのでは、みたいな。そうです。そうそうそう。これは、あの、政治というよりは、まあ、そういう人のニュースもあったりするから、そうやって考えてみると、GoTo トラベルキャンペーンを国で、そのなんか推奨してやってるっていうのは、まだ、はは、なんか変なことしてるぐらいなのかもしれない。なるほど。ねあれやろかないですよ。うん。 いやーなんかねもう勘弁してほしいまあ一人一人の意識が大切ですね全くですきちんと一人一人の意識を保って <laughs> あの緊張感を持っていきましょうっていうふうにしかいいよなんなんだよ本当にあれは横く失礼しましたいやもう、まあ、だからね、うん、日本のメディアだけ見てると今日比較しただけでよくわかりますよね、うん、<お>テレビだけどねあれでもあだからといってうん,んねねちょっと やっぱ不安ですよだワクチンに関してだって、うん、あのあと対してさ例えばワクチンの有効性とか、うん、突然90%になったこととか、うん、あとそれにブーラさんがさ、うん、株売ったとかさ、うん、かそこら辺の話あんま出てこないでしょいや本当にそうでだ,だから一発その大きな代表的なあのニュースをドンと取り上げて、うん、裏をあんまり取らないっていうのってほんとなんていうか深みが。 そのニュースの深みがね出ないしニュースの深みが出ないとどうなるかっていうとあんま面白くなくなるんですよ世界がだねちょっとねそこはもったいないなと思いますよなんかあの柳澤さんってジャーナリストって書いてたけどさあのタレントやん要するにホリプロ所属だって上ガさんがさあのホリプロとかにさあの所属してるイメージありますかないねウガさんがホリプロだったら芸人枠だろそうだね あなんか、なんか、ま、あこういう本があるそうなんで、えー、記者失格。社長失格思い出すね。社長失格で面白かったねー。まあせっかくなんで買って読んでみるか。いいんじゃないのうん。でもこの人の本持ってた気がするけど、いこれじゃないか。別の柳さんさんでした。うん、この人、この人し、一冊しか、うん。柳澤といえば国尾だもんな。<laughs> いやいや、それ柳田じゃねえよな。<laughs> 柳田、柳田。<laughs> やだ。う なんかなんかこういうホリプロに所属してる人はな、なんかジャーナリストって言ってええかなっていうふうに思うけどな、うん俺、ちょっと不思議な気がしたけど。まあでもやっぱりあの、ね、あんまり過激なことを言わないで、<ん>でもちゃんとジャーナリストという肩書きは持ち。うん NH 元 n 元 nhk ですっていう風にもうそ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 う、ちゃんとね。で、あの、あたり触りがないけれども、きちんとした、意見も、言ってくれるって、いう風なこと、をそういうこう時間を埋める人はね、大事なんだってテレビで。まあ、確かにそうだね。俺なら絶対無理だわ。いやー、無理でしょ、うん てか、うちに関わる人間みんな無理でしょ無理です、無理です。<laughs> 全員無理です。ギリ、本間さんが配慮してやってくれるかなっていうぐらいです。まあでも、本間さんもあれもね、静かなる鈍感あるよ。<laughs> まあ確かに。本間の兄貴はね。ねえ、本間の兄貴は。<laughs> まあそんなわけで今日いろいろご紹介しましたけども、いかがですかあの、海外のニュースと、日本のこの、日本が誇る FNA の富士山系グループですよ。はい。ねえ、あかんな。 みんな海外ののニュースの読もね,ねいやーもうこれはでもであとは本当に1160人になるかどうか。でなった時にあの小池さんとか菅さんとかあと加藤勝信さんとかがどう言うか。そうですね 見物ですよね。俺ら言ったじゃねえかよ。もう、だからほんと、バカな国民困るわよね。ほほほほほ,ほ、みたいな。いや、口が裂けても GoTo のせいだと言わい絶対言わんやろな。ね、夜の街とかさ。<ー>若者の間での、こうの、に認識の浅さとかさ。<ー>コロナに慣れてしまった社会性とかさ。ね、あ、なんか、あの、家庭内でのとかさ、家庭内で何で映るかっつったらさ、GoTo、うん、キャンペーンで家庭旅行行ったからじゃねえのって <laughs> いう感じだけどね。いや、もう、口が裂けても言わないんだろう、ね。言わないでしょう。そんなこと言ったらおしまいだもん。 ね、これね日本っていうのはさスタートするのはね楽なんですやるんですよ、うん、絶対止まらないから今東京大空襲ぐらいまで来ましたうん<ー>3月だったと思うよあれいやー、ね、8月ぐらいが原爆でしょどうすんの本当に嫌ですね,ねまあだからあのこれは一人一人があのリテラシーを高めてですね、えー、いやおかしいだろっていうふうに思うことが一つマシになるのかな どうかな自己防衛と集つまり情報戦でもあると、うんはい。そうそうそう。あの、やっぱりね、情報で負けてると基本的にずっと負け続けるので、日本がなんで、あの、経済で負けるかっていうと、世界のね、経済戦争で負けるかっていうと、例えば本間さんは AP 通信ブルームバーグ、えー、そしてドイツ国営放送とかから取材を受けました。ああ、受けた、ね、あとフランスのルモンドからも受けました。うん。基本的に話が早い。早いね、い海外。ね、はい、あの、じゃあ今日行きますとか、そんな感じ。うん,うん。で でも、フジテレビとか TBS は本間さんに取材してから結局、なんだかんだ、揉んでから流れるとかね。こんなにね、スピードに差があったら、負けるよ、うん。それ言ってましたね、清水、ね、さんツイッターかなんかで日本のあの、情報戦に負けて、日本の経済っていうのは、かつて、えー、日本経済はね、g d p ェア18%あったけど6、6%以下、3分の1に衰退しましたから。うん、でも、それすら知らない人が多い。うん、これは情報戦に負けてるからだと思うので、これからもこういうふうにきちんとしたね、あの、ニュースを紹介していきたいと。 で、あと、ま、少しでもこういう番組が、いや、おかしいでしょっていう突っ込みができる番組の影響力が増えれば、はい、ね、あの、日本増しになるんじゃないかなと信じておりますので、よろしければチャンネル登録といいね、お願いします。今日も読しカンパも嬉しいよ。ンパ欲しい。めっちゃ欲しい。お願いします。ではでは。